フィファクラブ世界選手権2005は2005年12月11日から12月18日にかけて日本で開催された第2回目のフィファクラブ世界選手権である。この大会より2004年までトヨタカップのスポンサーだったトヨタ自動車が冠スポンサーとなった。通称トヨタカップ。2000年にブラジルで開催されたものの 諸事情により5年にわたって開催されていなかった FIFA クラブ世界選手権をトヨタカップを発展させる形で復活させたサッカーのクラブチーム世界一を決める大会でありその成否は今後の開催に大きな影響を及ぼすため資金石としての見方が強かった大会期間は12月11日から18日まで横浜国際総合競技場トヨタスタジアム 国立霞ヶ丘競技場の3会場で計7試合が行われ、決勝は横浜国際総合競技場で開催された。大会はトーナメント方式で南米とヨーロッパのクラブはシード権が与えられている。3位決定戦及び5位決定戦も行われるため、各クラブは最低2試合を行うこととなる。なお、この大会では日本の開催地枠は適用されなかった。 三浦和義が日本人選手として初の同大会出場を果たした。チーム1 v チームに、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 ハットフィーファのマーケティング戦略の一つである、クリーンスタジアムによるもの。クリーンスタジアムの功を参照。ありがとうございます。